出の曲を演奏いたします。今宵は同志社グリークラブ創立82周年度卒業生のための送別演奏会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。私この第2ステージの司会をさせていただきます、3回戦の C と申します。さて第1ステージでは福永陽一郎先生指揮によりますニグロスピリチュアルズをお送りいたしました。終局は少々ハプニングがございましたがすんなりリーダー4回戦の先輩方にとりまして、まさにもう少し4年間のグリーライフも幕を閉じてしまうわけです。この第2ステージでは、下級生との思い出のステージと題しまして、下級生のそれぞれの学年とともに演奏した曲を思い出を込めてお送りしてまいります。それでは最初に、昨年12月20日、大阪ザ・シンフォニーホールで行いました、同志社グリークラブ第82回定期演奏会のステージより、ワーグナー作曲歌劇タンホイザーよりフィナーレを指揮富岡健先生ピアノ山本優子先生で、そして同じく第82回定期演奏会そして第13回関西六大学合唱演奏会でも演奏しましたセブン・ニグロ・スピリチュアルズより Sometimes I feel like a motherless child を指揮中村博先輩ピアノ東真嗣で2曲続けてお送りいたします。
続きまして第82回定期演奏会より多田武彦作曲男性合唱組曲雨より終局雨を指揮中村博先輩で演奏いたします。そしてこの後同志社グリークラブ第55代学生指揮者の中村博先輩から第56代学生指揮者となりました竹内和友へバトンタッチをしていただきデュオパ作曲総合ミサよりキールへを指揮竹内和友でお送りいたします。Oh.
退場してください。このように第1ステージでは1回生がステージを降り、2回生がステージを降りと思い出を遡っていきます。そして最後には4回生だけのステージ、つまり第3ステージを迎えるわけです。ご存知の通り、同志社グリークラブの活動は前期は早稲田、慶応、関学、同志社による東西4大学合唱演奏会、夏の演奏旅行、後期は関西6大学合唱演奏会、定期演奏会、全同志社メサイア演奏会、そしてフェアウェルコンサート、これらの演奏会のためのほぼ毎日の練習というように多忙極まらないものです。こういった生活を4年間続けてこられて4回生の先輩方、その間には楽しいことばかりではなく辛いこともあったかと思います。しかしそれだけにこの4年間が思い出として長く残ることと思います。それでは続きまして、第81回定期演奏会のステージより、堀口大学作詞、清水治作曲、男性合唱組曲月光とピエロより秋のピエロを福永陽一郎先生の指揮でお送りいたします。
末から3月初めにかけてスイス、そして東西ドイツを回ってまいりました。その時の思い出は私ども下級生にとっても1年が過ぎようとしている今でも心に刻まれています。次にお送りいたします。ジョスカン・デプレのミサ・マーテル・パートリスのグローリアはその時に持っていきました曲の一つで、現地の教会などでの演奏は大喝采を浴びました。またこの曲は4回生の方々が入部された頃、上回生の方々が東西4連に向けて練習していた、いわば入部のきっかけともなった思い出の曲であります。それではジョスカン・テプレ、ミサ・マーテル・パートリスよりグローリアを指揮富岡健先生で、続けて中村博先生失礼しました、中村博先輩の一昨年夏の演奏旅行での副指揮者としてのデビューステージ、そして昨年9月東京で行われた福永陽一郎先生の還暦記念コンサートで同志社グリークラブの単独ステージでも演奏しました山田耕作作品集よりこの道を、指揮中村博先輩でお送りいたします。
ろいろな思い出を綴っておられます。先ほど本番前にパンフレットの先輩のメッセージに目を通していたのですが、いろいろな出来事が走馬灯のように思い浮かび、大変懐かしく感じられました。それでは第80回定期演奏会より、ちょうどこの年は同志社グリークラブ創立80周年の記念ということで、大阪ザ・シンフォニーホール、そして東京は新宿文化センターで定期演奏会を行い、記念に残る演奏会となりました。福永陽一郎先生の指揮でマーラーのさすらうアコードの歌より君が青き瞳、そして同年7月東京で行われました第24回同志社日経交換演奏会のステージより古代男性合唱曲集よりカラディのターキを指揮富岡健先生でよく続けてお送りいたします。
生と歌う最後の曲となりました。同志社グリークラブに入部してまず覚える歌としてカレッジソング、大悪歌、先ほど歌いましたクラブソング、そして詩編98があります。この詩編98は大正4年グリークラブ第3代指揮者平田はじめ先輩により編曲され、以来同志社グリークラブで歌い継がれてきました。それでは詩編98を4回生から1回生まで改めて揃いまして、中村博史先輩の指揮で演奏いたします。